ミズカタクマくん。はい、マミズカカズマくん。大丈夫カズマくん。カイジョはイチャイの歌でけイチャイの飛んでたありがとうタクマ。だからその天然回路を俺たちにも一人よこせ。逃げんな俺の回路。みんないいや俺のだ。捕まえた。怖くないからね。さあ俺たちの胸の中に十分怖いよ。ウサイダさんも見てないで止めてください。頼む。あ、カルシマ。ダカどいてろ。その子から離れろ。あー怖くいんだ。僕はタクマとカズマの父の波塚康介です。いえこちらこそ。お父さんとは知らない。もしかしてリュウちゃんもハヤトも知らないの？波塚さんは今注目の俳優さんで有名人なんだよ。イケてるメンズは歯が命って CM 見たことない？すみません俺知らなくて。見てね。本当は今日一日タクマとカズマと久々に親子の時間が持てると楽しみにしていたんです。でも二人ともそれより保育ルームで遊びたいって。いつもパパって呼んでくれないし、僕のことなんてたまに遊びに来るどこかのおじさんくらいにしか思ってないんじゃない。お父さんもここでみんなと一緒に遊んでくれるって。それじゃあ俺たちは授業に戻るのであとはお願いします。あ、うん、ありがとうカズマ、タクマ。今日はパパがずっと一緒に。やっぱり僕は帰ります。待ってください。つーかむしろ父親としてダメな部分を見られてるけどいいのか。コウ君の気持ちどうしてかっこ悪いでしょ。ちゃんと捕まってるんだよタクマ。タクマタクマが生きてねえ。ほーら怖くないよ。いやまさかここまでカズマに嫌われてるとは。今日はこれで帰ることにするから。タクマ、カズマ、今日はみんなと遊ぶの邪魔しちゃってごめんな。パパは先帰ってお家で待ってるから、あとは楽しんでおいで。寒い。あ、すみません。ま、マミズカ康介。カズマ、タクマ、今パパって。すみません、通してください。カズマ、タクマ、今そっちに。カズマ。康介くんのこと怖がったの多分私のせいなのよ。康介くん忙しくてタクマたちとほとんど顔合わせてなかったから、いつも3人で康介くんの DVD 見てたんだけど、最近見せてたの康介くんが誘拐犯のやつだったから。どうしてそんなのカズくんたちに見せた。パパ一緒に遊ぼう。遊ぶよカズマ、タクマ。それは簡単なことなんだ。うん、先生とカズマくんは一緒じゃ。実はカズマ風邪ひいた。え、タクマ。カズくん甘くて美味しいわよ。カズくん偉い。タクマ、うんうん、元気になったらすぐ一緒に遊べるわよ。タクマもカズマも今どれだけ寂しい気持ちかと思うと。リュウ見て見て。本当は寂しいのにこんな風に朝からいつも通り。タクマ、お前今日カズマ一緒じゃなくて寂しいな。平気。
日も遊ぼうって約束した。呼べき約束よ。そしたらカズマ元気。それじゃあうさいだくん、リュウイチくん、タクマのことどうぞよろしくお願いします。はい。今は元気にしてるけど、やっぱりカズマがいなくて心細くなることもあるかもしれないじゃ。タクマ、パパはもう行くけど。うんす。やっぱりタクマは僕なんかより早田くんの方が。タカくん、タカくん。コタロ、俺とあっち行くぞ。俺もする。ニャニャニャ。か、風なんか俺がやっつけてやるから平気だぞ。俺もカズマの風やっつける。そう考えると本当に正反対だよな。あの二人、双子なのにニコニコ元気なタクマくんにいつも泣いてるカズマくん。カズマ、うわあ、コタロ。つつつつ。兄ちゃん、タクちゃん、あっち。それでさ、すごい硬くて。ねえねえ、やだ見て可愛い。うん。もしかしてここでカズくん来るのを待ってたの？そっか。じゃあ俺がうさいださんにお願いして、カズくんが元気になったか電話で聞いてもらうよ。じゃあそれ約束？うん、約束。カズマ！守ってくれたからもうカズマも元気だからね。してもこれじゃいつもとまるで逆だな。カズマが笑ってタクマが泣い、二人一緒が一番だ。タクマ、遅くなってごめんね。パパが迎えに来たよ。ああ、タクマならもう帰りました。コスケ見たって本当なの？早く探そうよ。タクマ、カズマ、お父さん今行くよ。僕のことなんか別に待ってないかもしれないけど。顔見た。今日はうさいださん風邪でお休みだからいないけど、俺も授業出ないとだし、才川さんがいてくれるからね。大丈夫？俺、カズマと一緒、平気。カズマも。やっぱりカシマくんってすごい。二人も背負って重くないのかな。かっこいい。おー、俺見っけ。じゃあタク君とカズ君は俺とね。俺リュウとお手手つなぐ。俺鼻水なんか平気だぞ。俺拭いてやる。あタカ君、ティッシュあるから。どうしたの？あ、ちょっと、あなたあの子に何かしたの？見てない。俺は見てないから。は、俺パンツ見て。俺カズマとずーっと一緒ってお願いした。サタくん、俺もタクマと一緒。ユイチくん、どうしよう。タクマとカズマが